テープは切られた作品45はエドアルト・シュトラウス一世が作曲したポルカシュネル。作曲者の作品の中では最も知られており、演奏機会も多い。1869年にカイザン・フェルディナント北部鉄道が開業30周年を記念して舞踏会を開催し、その記念としてエドアルト一世が依頼に応えて作曲したものである。この鉄道会社はウィーンから ブルノ、クラコフに経由してワルシャワまで行く路線で、オーストリアで最も早く開業した鉄道である。早い店舗に乗せて、汽車での楽しさを表現した楽曲であり、初演は、同年の2月17日にリアナザールで模様されていた、舞踏会にて行われた。変度長町長、4分の2拍子。冒頭部を使いのブラウザでは、音声再生がサポートされていません。 音声ファイルをダウンロードをお試しください。ピッコロとフルートの高い機的による調子の良い旋律で始まる。トリオは2つ持ち、変歩調調でスタッカー,アートを活かしたものとなっている。主部に戻ると短い高台入る。この部分ではブラシで奏される小太鼓が記者の擬音として活躍する。演奏時間は約2分。ウィーンフィルニューイヤーコンサートへの登場は以下の通りである。 すでに、ウィーン郊外のフローリスドルフからワーグラムまでの15キロ間は1838年に1月6日に営業は始まっていたが、1839年にウィーンからブルノまでの路線が開通している。ありがとうございます。